はい、どうも、ミスター X です。ちょっとですね、気づきがあったので、ぼやいていきたいと思います。何を気づいたかというと、今、今月ですね、いくらサラリーマンの給料があったか、皆さん思い出してほしいんですね。いくらでしたか、今月もらえる給料。実は私の今月の給料は、税金とか保険料とか全部引かれる前の金額が33万でした。33万円でした。これ事実ですね。35歳男性、子供が2人いる男性が月収33万円。そこから引かれますから、もっと手取りは減ります、もちろん。じゃあそのために今まで何をやってきたのか、生まれて35年間何をやってきたのか。生まれて幼稚園に来ました。私は幼稚園、小学校、公立の小学校に行きました。で、中学校、高校、すべて公立です。公立といえども行ったわけですよね。幼稚園2年、小学校8年、6年で8年ですね。で、中学校3年、11年、11年で、高校入れて14年、で、大学入れて18年、18年間、合ってますよね。2、6で8でしょ。8の14の18。18年間学んで、しかも大学、高校大学に至ってはめちゃめちゃお金がかかって、で、今稼いでるのが33万円。時間とお金をこれだけ使った、親に投資してもらったのに、今月に33万円しか稼げていない自分がいるんですよ。事実ですね。これが多いのか少ないのか。35歳33万円、子供が2人、奥さんもいる。どうですかね。18年学んでるんですよ。18年学んだら、せめて月100万ぐらい稼げるでしょう。稼ぎたいと思ったら、そう思ったらそうなるので、何にも考えずに生きてきたんだなって思います。自分がですね。自分自身の、私の話です。ミスター X の話ですね。何にも考えてこなかった。35年間何にも考えずに生きてきた。何かは考えてるけど、浅いなと今思いますね。18年何かに取り組んで、能動的に取り組んでですよ。自分がやろうと決断してやったことであったら、絶対それで最低月100万は稼いでますよ。お金を稼ぎたくなくても稼げるようになってますよね。それだけ魅力があるから。18年ですよ。大学4年間とか高校3年間とか何やってたんだって思いますね。しかも大学卒業して、就職して、もう自由、
4年目、13年終わったと、何やってきたんだって思いますね。これ自分自身に言ってます。誰かを批判してるとかそういうわけじゃなくて、自分自身に言ってます。何もやってこなかったんだろうなって。18年間ずっと続けてきたこと、私には書道しかない。18年以上です。31年ぐらいやってる。字を書くことが好きだ。字を書いて誰かに承認されるのが楽しくて、書くのが好きになって、で書くと心が落ち着いて、でいい言葉を出会うと、それを筆で紙に書くんですね。筆で紙に書いて、そしてそれを読んで、目で捉えて、自分で書いて、言葉に出して読んで、それが楽しくて書道教室をやりたいとも思ってる。本当に思うんだったらやればいいじゃんって思いますよね。じゃあやればって。無責任な人はそう言ってほしい。どうせみんな責任取れないんだからね。そうだと思いますよ。生き方、稲盛和夫さんですね。京セラ創業者、 KDDI 第二電電ですね、元第二電電創業者の稲盛和夫さんも生き方でいろんな話をされてますけど、稲盛さんも悩んだ時期が若い時にあった。悩んだ時は一つのことに打ち込んで、研究をするために寝食を忘れて、研究するために七輪と布団と持ち込んで、研究室にですね、会社の研究室に持ち込んでやり続けたと。研究をやり続けた。それが今の自分の根っこになってるというふうに、生き方、もう100万部売れてるんですかね、に書かれています。今がスタートだなと思います。私自身ですね、何にもやってこなかったなって思います。だから今から始めようと思います。もし変わりたいと思った人は、まず決断することじゃないかなと思います。何もやってこなかった自分を理解して、そして決断して始める、これじゃないかなと思いました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。